人里離れた山の中腹に立つ全寮制男子校、指導学院高等学校。ここで僕は運命を大きく変える出会いをした。その人はアメリカ生まれの帰国子女で、いつでもクラスの中心的存在。みんなから一目も二目も置かれ、僕からすれば全く正反対の住む世界の違う人。まるで雲の上の存在。でもその人は僕に言ってくれたんだ。匠、愛してる。おはよう。お、来た来た。ほら。おい、たくみ。今日も一人で登校か？ギーはいつ戻ってくるんだよ。今頃アメリカで新しい恋人作ってたりな。ギーは今日帰ってくる。お、じゃあ1週間ぶりの熱い再会ってわけだ。こうやってこんなことしたりして。かわいいな、かわいいな。いいよ。いつもギーとやってるね。おはよう、たくみ。ギー、聞いたよ、ギー。今朝すごかったみたいじゃない。何が？アメリカ帰りでいきなり葉山と交戦中だろ。クラス中ビビってたぜ。別にただの朝の挨拶だよ。なあ、たくみ。え？大体大騒ぎしすぎるんだ、ここの連中は。でもギーは、やっぱりさ、今朝みたいにああやってみんなの前でああいうこと。ごめん、葉山君。あの場所にいたのに何もできなくて。そんな、鈴木君気にしないでよ。匠を守ろうとしてくれたんだろ。たけしのその気持ちだけで十分だよ。ほら、シアトル土産のコーヒーだ。フラクタルもいいが、たまにはコーヒーブレイクも。まあコーヒーってのも味気ないけど、とりあえず乾杯でもするか。だな。ああ、みんな乾杯。乾杯。乾杯。ほら、匠も。でもさっきの話は。言うこと聞かないとまた同じことしちゃうぞ。ギーやめろってば。分かった分かったよ。乾杯。葉山も変わったよな。え？本当、前は人を寄せつけない冷酷なやつかと思ってたけど、ギーと付き合うようになってからいい感じになったよ。いい感じ？お前がみんなとこんなに楽しそうに話をするなんて、去年の今頃じゃ考えられなかったよ。僕に感謝しろよ。僕がギーから身を引いてやったおかげなんだからね。まあ吉沢も大変だよな。指導一の高林王子と付き合ってるわけだから、日々の苦労が目に浮かぶよ。確かにみんなの言う通りだった。以前の僕は人との関わりが苦手で、誰に対しても
心を閉ざしていた。そう、ギーと出会うまでは。ギー、寝てるの？なあ、たくみ。こっちに来ないか。おい、なんでつけるんだよ。ねえ、ギー。今朝のことなんだけど。またその話か。たくみ。俺とキスするのが嫌なのか。嫌じゃないよ。でもああやってみんなの前じゃ。今は誰も見てない。これならいいだろ。それかこれなら。もう、ギー、そうやってごまかさないでよ。今後、またもしああいうことして先生にでもバレたら、僕たち速攻退学になっちゃうんだよ。でも、いっそのこと退学になった方が気分もすっきりするかも、なんて。お前本気でそんなこと言ってるのか。え？学校を辞めるには、やむにやまれぬ事情を持った人間になっている。こんな時にそんなこと簡単に口にするな。こんな時って？もう寝よう。おやすみ。ちょっとギー、ギー、シアトルは有名なんだよな。コーヒーだよ。コーヒーかな。コーヒー有名だよ。あとあれだ。あ、おはよう、早野くん。おはよう。四大スポーツって言うだよ。あれ全部見たのか。全部見てないか。アメリカンフットボール。野球とバスケ見たの。どうだった？キー、怒ってるの？何が？だって、キー、今朝。それより。授業始まるぜ。1時間目は移動教室だろ。ああ、行こうぜ。どこ行っちゃったんだろう。ギー、ギー、どこ行ってたんだよ。おう、たくみか。ねえギー、昨日のこと気に障ったなら謝るよ。昨日のこと？とぼけないでよ。怒ってるんだろ。
僕がみんなの前でキスするのやめてくれって言ったから。じゃあ匠は俺の機嫌を取り戻したいわけだ。まあそれはそうだけど。なら匠、一つ頼まれ事をしてくれないか。頼まれ事？実はさ、パーティーを開こうと思って。パーティー？まあそう大げさなものじゃないけどな。でもパーティーって何の？森田徹君の入学祝い。森田徹って誰？1年 D 組の副球長。副球長ってことは転入生じゃないよね。ああ、ちゃんと4月から入学してる。じゃあなんで今更入学祝いなんて。それもそうだな。じゃあ今の時期ならハロウィンパーティーなんかどうだ。まあ名目なんて何だっていい。とにかく彼をパーティーに誘いたい。その他のメンバーは正蔵、高林、たけし、それと俺と匠。そんな2年だけの集まりに1年なんて来ないよ。断るに決まってる。それを誘うのが匠の使命だ。森田徹くんってどこかな。森田なら昼休みはいつも図書室ですよ。探し物？ええ。あの2年の確か葉山さん。そうだけど、なんで僕のこと。いつも佐木義一先輩と一緒にいらっしゃいますよね。うん。君は？あ、僕森田徹と言います。あの僕に何か。あ、ううん。あ、何か探してるの？あの普段はミステリーばかり読んでるんですけど、たまには違うものも読んでみようかなって。返却されてここにあるはずなんですけど。なら一緒に探してあげるよ。え、本って何？フラクタル、非線形幾何学です。フラクタルか。フラクタル、フラクタル。すいません。あの森田君。はい。うん、フラクタルだよね。はい。誘ったか。うん、まだ。でもなんであの子なの。パーティーに花は不可欠だろ。彼は1年生の中でも一番の美形だからな。いい。あの子好みなの。とにかく早く誘えよ。おやすみ。
やっぱりいいな、あいつ。あいつって匠、必ず教授に誘えよ。分かったよ。授業始まる。見つかったんだ、本。あ、葉山先輩。はい、やっと見つかって。昨日はありがとうございました。いや、別に。葉山先輩はすごいですよね。あんな素敵な人たちとお付き合いされて。素敵な人たち。はい、本当に羨ましいです。また。はい、さようなら先輩。匠、森田徹は誘ったか？え、あ、うん。ででも、なんか用事があって来れないって。なんだよそれ。森田君がいないと意味がないんだよな。そんなに森田君がいいんだ、ギーは。誘うとき、俺の名前出したか？え？出せば一発だ。いいの、自信過剰。When he was 11 years old, Abraham Lincoln's young body began to change. As the months and the years went by, he noticed his wrists getting longer, his legs too, and he was looking over the heads of the other boys. As he took more height, people said he was shooting up into the air like green corn in the summer. So he grew. When he reached 17 years of age, and they measured him... あれから一度も一緒に寝てない。やっぱりギーは森田君のことが。僕にはもう飽きてしまって、それで森田君に。そういえば鈴木は？昼休みは科学室にいたみたいだけど。さすが科学部部長、研究熱心だね。たけしなら体調が悪いから早めに休むってさ。なんだ残念、せっかくうちからめちゃめちゃ美味しいベルギー製のチョコ送ってもらったのに。明日のパーティーに出せばいい。俺も実家からパーティーグッズが明日届くことになってる。ギー、パーティーやるの？ああ。
でも森田君は。俺が一度やると言ったらやる。たく重いな。ギーのやつわざわざアメリカからこんなにたくさん送らせて。何があった、ギーと。ギー。なんか僕のこと飽きちゃったみたいなんだ。あ？いきなり何言い出すんだよ。そんなわけねえって。でも最近ギーとどう付き合っていいのか分からなくなる時がある。僕さ、人ってお互いの気持ちを告白し合って付き合い出せばそれで幸せになれるんだって思ってた。その後は相手の気持ちも全部ちゃんと見えて、お互い全てを分かり合って。でも全然そんなことなかった。ギーのことは信じてるけど、やっぱり心の中までは覗けない。何を考えてるか分からない。どこの恋人もそんなもんさ。要は相手を信じてそれを楽しめるかどうかじゃないか。学食から紙コップ取ってくるの忘れた。僕持ってくる。うん、気をつけてな。うん。で、一発 OK。 よかった、多分そうで。ギー、せっかくだからみんなで集合写真撮ろう。いいね、いいね。ああいいね、いいね。いや、撮ろう撮ろう。ほら、葉山も早く。ほら、早く。よし。1たす1は2。ほら、みんなどんどん食べてね。森田君も食べてな。はい。はい。あ、高林、どんどん食べてって言うけど、全部用意したのはギーだぞ。いい、ちゃんと食べてよ。そんなにがあるんだから。本当よく取れてるね。うん、ほら。どれどれ。お、森田君もいい感じ。後でプリントしたのあげるからな。ありがとうございます。僕にも見せてよ。たくみ、せっかく森田君も参加してくれたパーティーだ。たくみのバイオリン用意しておいた。お前の弾く音、森田君にもぜひ聞かせてあげたいんだ。なあたくみ、頼むよ。分かったよ。彼が好きなの。
そんなに彼がいいの？ごめん。どうした匠？曲の途中じゃないか。匠？匠！待てって匠！おい待てよ匠！もういいんだ、議員の気持ちは分かってる。違うんだ匠、話を聞け。もうこんな気持ちになるのはたくさんだよ。もう僕に飽きたのははっきりそう言えばいいじゃないか。そんなに森田君が良ければはっきりそう言って付き合えばいいだろう。どうせ議員なら誰も拒む人なんていないよ。もう議員なんて勝手にする。聞いてくれるか、俺の話。今日のパーティー、たけしのお別れ会なんだ。お別れ会？で、なんで、どういうこと？あいつ、明日で学校を辞めるんだ。え？みんなには月曜日に発表になる。そんな、鈴木くん、退学にさせられるようなこと、なんかしたの？そんなんじゃない。一身上の都合ってやつだ。一身上の都合？だからこの前、僕が退学になってもいいとか冗談言ったら。このことはみんなに言うなよ。たけしの退学を知っているのは俺と正蔵だけだ。退学の理由をあれこれ聞かれるのはたけしには辛いだろうから。でもそれなら森田君はどうして？おい君たち、二人でこそこそ何してるんだ？早く戻れよ。今行く。ほら匠、行くぞ。ごめん、急に飛び出しちゃって。葉山が飛び出していったことがきっかけで共通の話題ができたのか。いい感じで話してるよ、あの二人。はい、図書館たまにいるよね。はい。いつも何の本読んでる？ミステリー読んでます。あ、そうなんだ。面白いんだミステリーって。何の本読まれてるんですか？科学の本とか。科学部の部長ですもんね。え、知ってるの？そこには科学部でどちらかといえば地味な鈴木くんの笑顔があった。じゃあ今度さ、はい、見に行きなよ科学部。まあ、いろんな面白い実験もしてるし、はい。あんなに嬉しそうな鈴木くんは僕は見たことがなかった。ごめんギー、僕ギーの気持ち疑っちゃって。それに森田くん誘ったの鈴木くんのためだったのに。僕は分かってたよ。え？匠が誘ってないのに誘ったって嘘ついたこと。そうだったの？でも嬉しかった。それって嫉妬してるってことだろ。なんか不思議だな。ギーはアメリカ生まれ、僕は日本。そんな離れたところで生まれた僕たちが出会えたのってすっごく不思議だなって。同じ町内でも一生会わない人がいるのに。運命さ。運命？初めて匠に出会った時そう感じた。
俺の思惑なんかはるかに超えた力が働いている。だからちっとも不思議じゃない。出会うべくして出会ったんだから。そうなのかな。出なきゃ今俺はここにいない。うん。まさか昨日パーティーやって今日出てくなんて。みんなとはたった1年半だったけど本当に楽しかったよ。お前の科学部はしっかり存続するよう見とくかな。はい、お願いします。松本先生。鈴木君、きっとまた会えるよね。みんな、いろいろありがとう。たけし。これ、お前好きだったろ。ああ、嬉しいよ。ありがとう、ギー。頑張れよ。ベスター作るつもりだよ。じゃあ、ここで。寂しくなるね。もう戻ろう。え？どうしたのギー？なんか様子変だよ。ねえギー、どういうことなの？鈴木くんは？たけしは病院に行ったんだ。病院？俺がアメリカに行っていたのは親父の会社のことだけじゃなかった。知り合いの医者に会いに行っていたんだ。たけしはみんなにバレないよう必死に気をつけていたから誰もわからなかったと思うが、あいつの体は自由に動かない。たけしは入学した時から指導を卒業できる見込みはなかった。それは本人も分かっていた。あいつは全身の筋肉が徐々に硬化する難病に侵されている。筋肉が硬化？あいつの骨の組織はどんどん増殖し、筋肉だけでなく手足の関節や靭帯にまで広がって、そのうち身動きが取れなくなる。
求さえもできなくなる。あいつは病院へ死にに行ったんだ。これ以上進行する前にあいつは介護施設のある病院へ自分自身で入院を決めた。そこなら周りに迷惑をかけず残りの人生を生きていけるって。でも俺はどうしても諦められなかった。だからこの分野での第一人者である知り合いの医者に武志のことを頼みに行ったんだ。それでどうだったの？あいつのためにできることはもうないんだ。死なせたくない。匠、あいつはいいやつなんだ。あんな議員の姿、僕は今まで見たことがなかった。そうか、議員が泣いてたか。うん、僕なんて言葉をかけたらいいか分からなくて何も言葉が出なかった。そばにいてやれ。で、笑顔を見せてやれ。笑顔ってこんな時に？こんな時だからだ。赤池君は大丈夫なの？ダメージ受けてるように見えないか。そういうわけじゃないけど、俺はさ、まだ実感が湧かないんだよ。鈴木の入院が何を意味するのかは分かってる。でもまだ漠然としていて自分でも掴みきれない。
俺の母親が他界した時もそうだった。ことが起こってからずっと後でドシンとくるんだよ。そんな性格だろ。僕もよく小さい頃可愛げがないって言われたよ。それは葉山が自分で作った壁のせいだろ。で、ギーがその壁を取っ払った。うん。ギー、相当参ってるのか。と思うんだけど、その後誰かから電話があって、そしたらいきなり閉店、休養とかで出かけちゃった。多分お父さんの仕事関係だと思う。あいつ頼まれると断れないからな。ギーは大企業の社長の御曹司、将来は父親の後を継ぐことになってる。それに比べて僕は僕も分かるようになりたい。分かってギーに近づきたい。フラクタル線形幾何学です。もしかして森田くんも同じ。鈴木くんに少しでも近づきたくて。それから2日後の水曜日、担任の松本先生は2年 D 組の級長のギーと副級長の僕を代表として鈴木くんの病院に見舞いに行かせた。ねえギー。ん？ギーはどうして分かったの？鈴木くんの気持ち。あいつとは1年からの友達だからな。見てりゃ分かる。森田が入学してきた日、あいつ新入生の案内係やってて、そこで森田と初対面、と同時に一目惚れしたってわけさ。一目惚れ？それから偶然すれ違ったり、図書室で顔を合わせたり。キー、鈴木君に明るく挨拶できそう？バーカ。それより花ちゃんと持ってろよ。でもさ、木蓮って花屋さんで見かけないね。だから植木屋から取り寄せた。僕ん家の庭にもあるわ。春を呼ぶ花だよね。ああ。
木蓮か。ありがとう。どうだ気分は。二人が来てくれたおかげで元気が出たよ。にしてもホテルみたいな部屋だね。すっごいな。葉山君ははっきりしてるね。たけし、ずうずうしいってはっきり言っていいぞ。ずうずうしい？おいき、あんまり憎まれ口ばっかだと今に葉山君に振られちゃうぞ。そうだぞ、振っちゃうぞ。たくみ、お前な。葉山君もずいぶんオープンになったよな。僕はそのいいよいいよ。それに僕、教室での二人のキス間近で見ちゃってるんだし。ごめん、その話はもうやめよう。お前まだ気にしてるのか。だってもしあれが騒ぎになってたら、っていうかいいよこの話はもう。きっと葉山君のおかげじゃないかな。え、ごめん、話を掘り返すわけじゃないけど、僕二人のキスを見たとき正直まず驚いて次に困った。でもね、ギーがすごくいい顔してたんだ。あんな顔していたら誰も文句はつけられないだろうなって。で、案の定そうだった。ってことは騒がれなかったのは僕じゃなくてギーのおかげだよ。葉山くん、僕はさ、正直1年生の頃は君の悪い噂しか聞かなかった。神経質でトゲトゲしくて。うん、でもギーと同室になってからそんな噂は消えた。みんな最初から君を嫌いだったわけじゃない。避けていたのは葉山君が僕たちを拒絶していたからだ。2年になって僕たちは初めて葉山君の笑顔を知った。みんな君の変化を見てきたんだ。だからギーの相手はその葉山君だから、誰もことを荒立てようとしなかったんだよ。鈴木君、ほら、僕は知らなかった。みんなそんな風に考えてくれてたなんて、そんな風に僕を見ていてくれてたなんて。行こう。もっと早く仲良くなってればよかった。そうだな。こっち。なんだよ森田、どうしたんですかここに。じゃあ僕らは帰ろう。ギー、なんで戻るんだよ。森田今すぐ学校に帰す。どうして二人きりにさせてあげようよ。無断外出は校則違反だ。でも二人とも両思いなんだよ。鈴木君も喜ぶよ。喜べるもんか。なこと分かってどうすんだよ。たけしに未練を抱かせたまま行かせたいのかよ。待ってよギー。
結局森田君会っていかなかったね。ああねえギー、今日森田君が病院に来たのはこの前のパーティーにどうして自分が呼ばれたのかに気づいたってことだよね。かもな。それで森田君もきっと鈴木君の気持ちが分かってだから病院まで駆けつけて。だろうな。ねえギー、そろそろ行こう。寄り道したのがバレるとまずい。寝たか？ううん、いろいろ考えちゃって。こっちに来るか？久しぶりだな、こうやって寝るの。ねえギー、さっきの話なんだけど、どうしてギーは鈴木君と森田君を。ちょっと待ってよギー。嫌なのか？ごめん、今夜はそういう気分になれないんだ。ちゃんと僕の質問に。頼む匠、出ないと眠れそうにないんだ。俺を疲れさせてくれよ。ヘトヘトになって何も考えず眠ってしまいたいんだ。真剣ばかりがされて、このままじゃ俺ギー。
October the 30th.起きろ。言われなくてもそのノックじゃ起きるだろう。冗談言ってる場合じゃない。鈴木の体調は急変した。なんだって。危篤らしい。今日明日が峠だそうだ。今風紀委員会の早朝見回りに行ってきたんだが、その時職員室から連絡があったのが聞こえて。どうしてそんな。ギー、お前行くつもりか。ああ。でもおそらく外出許可は下りないぞ。待って、ギー。どうするつもり？先生に頼み込んで外出許可をもらう。おお、悪い、先生。あ、先生。うん？ちょっとお話が。悪いけど後にしてくんないか。あの、うん？何かあったんですか？1年の森田徹が失踪したんだ。え？失踪騒ぎでどの先生もこっちの話なんて聞く耳なしだ。森田君のことそんなに大問題に。詳細追加した。鈴木君、この前会いに行った時はあんなに元気そうだったのに。おそらく合併症を起こしたんだ。実はあの時、たけしの母親と話した。あの子、もう長くないかもしれません。入院後の検査でウイルスに対する免疫力が落ちていることが分かって。免疫力の落ちたたけしの体はちょっとしたウイルスでさえ命取りになる。どうすればいいの？うん、今の俺たちにはたけしが森田に会えるよう祈るしかない。Thank you.
ケシ、タケシ、森田君、葬儀に来なかったね。ギー、これで全部終わっちゃったんだね。ギータケシの両親から預かった。中にこれが入ってたそうだ。これ宛名はない。おそらく指導の仲間みんなに宛てたものだと思う。僕が読んでいいの？
みんながこれを読む頃は僕はもうこの世にいないと思う。でも僕はどうしても最後にみんなに今の気持ちを伝えたくて、僕は生まれ持った病気のせいで常に死と隣り合わせの毎日だった。そのおかげで僕は小さい頃から何かにつけ特別扱いを受けてきた。だからっていい気分ばかりじゃない。仲間外れにされても文句は言えなかった。でも指導に入ってギーと出会い、そして多くの仲間と出会った。みんなが本当に普通に接してくれたこと、どれだけ嬉しかったか。実を言うと、指導への入学を最初、両親はもちろん学校や医者にも大反対された。だけど最後には医者や両親も許してくれた。何かあればすぐ退学するという条件で。でもそれが苦にならないくらいここでの生活は楽しかった。指導での1年半キラキラと輝いたんだ。ありがとうみんな。いい、鈴木君の人生ってさ、まるで脆いガラス細工みたいだね。ガラス？うん、無色で生まれて形が作られて人生の最後には彩りを得て輝く、そんな虹色のガラスかもな。ギー、僕は幸せだよ。こうやってギーと一緒に愛し合える。